アニコです。トンコツです。今回は死にゲーランキング、皆さんも1位当ててみてください。どうぞお願いします。魔界村。ああ、10位なんだね。意外にね、俺死にまくってたけど一面もクリアできなかった。確かに普通に操作がむずいってね。そういうむずさなんだ。そういうむずさね、これ初見殺しね。バイオハザード7、レジデントイービル、やったことないな。ばあちゃんとか出てくるやつだよね。 あの怖いやつね。そうそう、一人称で、今まで TPS だったのが FPS 視点になって、うん、グロいから死にゲー、うん、まあ、ある意味死にゲーだね。カップヘッド、そんな難しいんだ。カップヘッドってこんな感じだけど、途中から本領発揮してくる、うん、超可愛くて BGM とかめっちゃいいんだけど、うん、途中からもう弾幕ゲーのクロートプレイしだすから、なるほどね。面白そうだなって思ってた。それを聞いてやる気にはなれない。ダークソウル、あ、初代ね。まあもうこれはそうよ。操作性も結構むずいし、さすがフロムソフトウェア。あとルートがないからね、いきなり強いエリア行っちゃったりとかするっていう、ね、怖さね。なるほどね。あ、匂うね。匂う、匂うはフロムとかの死にゲーをちょっと踏襲したような光栄テクモのゲームね。装備とかが結構いろんな種類あって面白い。デモンズソウル。デモンズソウル、これは死にゲーの元祖。これで火がついたみたいな感じだからね、フロムも。なるほどね、うん、ダークソウル、ああ、リマスター。リマスターの方がむずいってことなのか。じゃあね、キャラクターを強化するタイミングと少しの運要素が要となっています。運要素。そこで、ダークソウル3、フロム強し。まあ、強いね。死にゲーといえばね、超高難易度だった。始まってすぐのボス全然倒せないで、うん、俺は諦めたっていう、うん、まあ、これもレベル上げたりとか武器を整えればそう難しくはない。おお、ブラッドボーン来ましたよ。アリトンはね、トラウマを植え付けられてるから。そう、まだね、序盤でまだ心折れてるから。これね、むずいっつうかつらい。そうね、むずいっていうかつらいね。最後1位、なんだろう、1位なんだろう、ね、ブラッドボーン2位で、セキロー。わー、セキローなの。シャドウダイトワイス、かっこよタイトル。まあ、これもね、うん、むずいけど何回もやってればできるっていう。ラスボス倒すのにね、2週間ぐらいかかった。2週間。1日2時間ぐらいやってね。やば、何そのゲーム。マジでコントローラーぶん投げようかと思った。いや、ラスボスがやっとなんか2日目くらいで勝って、よっしゃーっつったら、まだそれ第1段階で、結果的に第3段階。なるほどね。マジでムカついた。このゲームはそのレベル上げとかがないから。あ、そうなの。自分が上手くならない限り勝てない。プレイヤーのレベルを上げなきゃいけないのね。そう、そこがね、難しくもあり、すげえ面白いとこ。いや、ほんとフロムの名作っすよ。意外だったのがさ、エルデンリング入ってない。おお、本当だ。そうね、うん。以上でした。どうでしょうか。皆さん当たったでしょうか。ではでは、また。また。